あもう一人あっ、マイクちょっと足りないな。マイク足りない。あちょっと持ってきますね。ありがとうごしいありがとうございます。うれしい。 はい、皆様こんばんは。しずく未来です、えー。今日は雨の一日ですね。沖縄は、えー、ご元気でいらっしゃいますでしょうか。えー、今日はですね、6月16日金曜日ですね。えー、沖縄はあ梅雨真っ只中です。かなりなんか肌寒い感じもしますけど、二、えー、週間ぶりですね。まあ今日はあの、えー、まあ先先週ですかね、告知もしましたけども、ずっとあの3月から、えー、おいでいただきました大島幸氏長。超 えー、古代史研究会だったかな会でいいんですかねはいそうですね、はい、あのー、もう今日はねちょっと、えー、まあ,あのお仕事の関係とかもあって内地の方に、えー、お帰りになられて、まあ、今日たまたまねあのまたおいでいただくタイミングがあったので、えー、今日まあ今日がほんとにさ、まあ、最終回とは言いたくないんですけど最終回ということで、あのー、本当に沖縄についてのお話、まあ、誰も聞いたことがないお話をねまた 時間いっぱい話をしていただきたいと思います。じゃ、あっと、まず大島講師の、ご挨拶。はい。はい。こんばんは、大島です。はい。今日は四回目の、ですね、お話ということになります。けど四回目ではい。まあ、先回申し上げましたように、え、じ今度、あの、移動なりましてですね。え、じゃ、昨日引っ越しをしてたということで。今日はですね、じゃ、明日、ちょっとこちらの沖縄の方で。はい。

自分で自分の名前忘れてた何ですよろしくお願いしますはいもう一方はいこんばんはメイですはいよろしくお願いします今日はね今日本当に最終回なんですか最終回ですね私今からか始まるのかなってもうワクワク期待してたんですねまあでもわかりませんよこれどういうふうに動くか天の廃材もある番組ですのでねそれでねちょっとひろくん聞いてたらごめんなさいこれあの CM の準備ができてないけど大丈夫ですかね 聞いてたらちょっと用意してくださいねはい、えーまあ、そ,そんなこんなであの今日ねまた番組進めていきたいと思いますと皆さんよろしくお願いしますねよろしくお願いしますはい通常 CM 入るんですけど CM のちょっとランプがついてないんですけどルンルンこのまま始めてもいいのかなヒロ君聞いてますか聞いてたらちょっとお願いしますはいじゃあちょっと CM なしでそのまま入りましょうねはいはいはい、はいえー、では改めましてですねあの本当に3月から 本当にこの番組のためにお時間いただきましてありがとうございました。はい、まあ今日はあのとりあえずの最終回ということで、はい、もう思いっきりあの素晴らしい話をはい。まあ当初は10回分ぐらいのね、そうなんですよ。あのデジメというかあのタイトルを段取りしてたんですけどね。いただいてたのでね楽しみにしてたんですけど。まあ今回はもう一気に飛んで最後の結勝みたいなところまで。そうですね。行ければ行きたいなというお願いいたします。思っておりますけどもね。はい。はい。 まあ前回ね、少しお話したのが、京都のねこの神社というところの話をさせていただきまして、これはまあ元伊勢ということで、伊勢神宮というまあ日本では一番有名で、天照神,神様をお祀る神社というのがえございますね、日本で一番まああの重要な神社ですけども。このの場所は今三重県の 伊勢の方にございますけれども実は最初は奈良にありまして奈良から実は24箇所近畿圏を転々とする中でですね最後にはその伊勢のところに安置されたという流れの中で24個あるということなんですよね伊勢はねでもその中でも最も格式の高い神社としてこの神社カゴと書いてこの神社と。 はいいうお話をさせていただきましこれがちょうどあの熊谷洞窟、はい、まあ熊谷っていうのも籠っていう意味ですけどもね、はい、ここも天照様の,あの岩戸隠れされた場所でその道も血筋が丹後の方に来ているようだと、はいはい、おこちらの,そのこの神社をまあ代々鮭として鮭っていうのは宮司さんですね宮司さんってまつ守っておられる方が海府市って言ってですね、はい あの海洋民族代々もう八十数代、はい。 ああね、続いていてるこの家系図自体がもう国宝になっているんですけどもね、はい、非常に古い士族の方が待つとおられるんですけども、はい、まあそういうふうな意味があってですね実はい、この神社と熊谷っていうのはつながっているんじゃないかという話を前回させていただきましたでねもう一つ実はこの神社に関してありましてですね、はい、それはこのこの神社っていう、まあ、ちょうど裏手にあたるんですけども。はい マナイ神社っていうのがあるんですよね。うん、マナイ神社っていうのがありまして、はいえー、ここが実は私もちょっと行った時にですね、少し、うんうん、まあ,あマナイ神社のそのおまあ神社っていうんですかね、あのーうんうん、お社があるんですけども、うんはい、まずこのマナイ神社のあのー、マ,ナイマ,ナマナイのマナはこれマナミさんのマナかな？同じなのか？うん真実の 真実の真に奈良の名って書いてですね、はいはい、そして井戸の「井」なんですよ「<ー>マナイ神社」っていうんですけども、はいはい、ここの,そのおくみ屋っていうのがありましてね、はい、それをパッと見た時にね何ていうんですかこ,れ、ね、あのこの石で囲われてるところに木が生えてるんですよ。はいはい おお石で囲っだから写って花壇ですよこれねは木を石で囲んでるわけですねこう石でね周りをぐーっとこう囲んでるわけですよねでそこに土があるんですけどもここは木が生えてるんですけどもねこれが実はおきみ屋でこれはおやなんですよねおみ屋っておやってことですねおやってことですこれおやですよ人が住んでる住んでないけども木木がおやご神体ですかこれでも 沖縄の人みたいなんから入ってねパッと見て分かったのこれうただと思ったうあのこの前久高島の話をしましたよね久高の方にもそのほかま殿っていうですね一番中心になるお社があるんですけどもそこにもですねうたがあってちょうどねそっくりなんですよ周りに石がこう。 囲ってやって、真ん中、まあ、土が入ってるんですけど、そこにですね。ガジュマルの木約をこ,こうやって生えてるわけですよね。これ、神社の原始的形態という。そうなんです。実は神社というのは、お社になったら、もっと後なんです。最初は、このね、お社はなかった時代。だから、本土でもね、こういう形の神社ってのはいくつかあるんですよ。うん、それ一つは、先ほど言った、その伊勢のね。 これ本宮って向こうでは言ってはいるんですけども伊沢の宮ってあるんですよねこれ前言いましたかね伊勢の家に雑って書くんですね伊沢伊沢の宮ってここも実はお社って言ったらこれなんですよ石で囲っているだけなんですよねということは相当に古いということですよねだからそうなんですよだから我々 われわれはどうしても建物があるというのがどうしても神社という意味なんです昔は神社というのは岩坂といって岩を環状に輪でくるっと回したものが神社なんですねあれ外国のなんとかストーンというそうそうそうあれによく似た感じですねだから沖縄にはいっぱいありますよねありますね 歌き、うん、こう石で、こう囲ったやつ。これが歌きなのかっていうぐらい。そう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 。な、本田敦子が、まあ、ある意味で、その神おろしをする場所になってるんですけども。あと、え、宗像大社っていうの、これ北九州じゃない、福岡の方にありますよね。あそこの社も、これですね。あ、元、その奥の院。そうです、そうです。あ、そうなんですか。だから、そういうふうなものが、どう見ても、沖縄から行くと。 やっぱ宇宅に見える、はい、だからその神社のルーツはまあ本当に御嶽だというのをですね,、うん、ですね実際この真内神社を見た時に非常に感じたんですよね。この辺りもですね、はい、非常に沖縄との関係が見て取れるなというふうに思ってですね実際あの神社のルーツは沖縄の御嶽であるという水造学者の方もおられますけどもね。はい それがやっぱり日本のルーツにもなるんですかね日本の神社のルーツですよね。でもう一つ付け加えると例えば「狛犬」というのもですねこれはどう見ても沖縄シーサーと全く一緒ですよね。似てますよね犬なのか獅子なのかっていう感じはありますけどもあれも実はもともとは沖縄のシーサーが朝鮮半島に渡ってたんですよね。 朝鮮半島だって朝鮮半島から日本に入ってきた最初はこれ獅子か犬か分からなかったんですよね犬にしちゃったんですよねああ駒犬です高麗から来た犬だということで高麗犬まあ駒って読むんですよね高麗って書いてマって読むんですよねだから本土では駒犬っていうんですけどもある沖縄のシーサーですよ結構知らない人 海外にってそだから沖縄は海中ですからろ海を渡って朝鮮半島に入っているんですよだから6世紀頃の中国の地図を見ると朝鮮半島は全部和になっています。よね日本列島も和ですけど朝鮮半島は全部和なんです。日本なんですあそこ 日本の国の一つだったってこと思いますか。日本の国の一つっていうか日本と同じ民族が朝鮮半島住んでた。今は違いますよね。衝撃。うん、ね。でもまあ多分子孫,子孫は子孫なので。今,なでかなか今でも全然違う民族に。いやいやまああのほとんど関係ないかもしれませんけどもね。<laughs> ねだいぶね押しやられたんです。中国から入ってきた人たちあ。ああそうなんです、ね。うん。だから朝鮮半島はもともとはあの国だったんですけども、はい、どんどん押しやられてですね、はいで。最終的には南の端子の方にあの。はい 昔、われわれの年代ではねみ満な、日本風って並んだんですけどね、今はもう日本風って言いませんけども、未満なっていうのが日本だったわけですね、もうこれも消えてしまってですね、もうみまなっていうのが日本だったんですね、そうなんですね今、ブルガレさんという方、いろいろメールをくださってまんですけど、今度の獅子舞も、シーサーがルツですかという問い合わせなんですけど、獅子舞はどうなんですかの シシマイ、シシマイも当然シシから来てますよね。なんシシとシーサーとね。てますよね。あのシシっていうのはもともと沖縄のシシ、これがシシになってますから、まあもちろん関係は絶対あるんでしょうね。あるでしょうね。あの前回もいただきましたね。そうですね。ありがとうございます。ありごめんなさい。ちょっとね最初に CM 一回入ってくださいあの予約準備できたのでちょっとお待ちください。 すごいマナエ神社のマナエちゃんと書いてらっしゃるはいあと10秒で CM 開けますはい6秒前5秒前4 はい、えどうぞ、はい、大変お答えしましまた、はい、20秒かな今のそのマナイ神社って、うん、いうところですけども、はいえー、ここにはですね、まああのー、不思議なんですけどもその神社に入るところに、はいえー、今あのちょうど狛犬って話シーサーだと言い話しますがここはなんとですね、はい 狛犬じゃなくて何がいるんですか？竜がいるんです。龍ね、両側にいるんです。両側に竜なんですよ。これはねほとんど見たことない。はいはい。でもう一つ実は見たのが新潟の方でですね。やっぱりあのそういう神社で竜が祀ってあって、まああっちも実はあの海洋民族が開いた場所なんですけど、マナイ神社もその こう龍がですね小前の川にりつってましてすごいですねでここのね社門門あの先ほどのあのこの神社も同じなんですけども左三つどもえ左三つどもえはいこのそうそうなんて言ったらいい表現表現してくださいなんて言ったらいい手の動きだけだよ三つある三つあるね。 琉球みたいな感じの。そう、琉球ですよね、これね。そうなんですね。琉球王朝の門と一緒なんですよ。うん、だから、万能井神社は琉球王朝の門と一緒で。あの、それと、あと、この神社も一緒で。だから、海洋民族が、やっぱり、開いた、あの、場所なんですよね。で、今日はですね、実は、ここのとこ、ここは、ちょっと、一番。お話したい、部分で。前回に、あの。 クバの話ししましたねバが実はそういうふうにあの植えられてる、はいる、あのー、要するに天皇系の非常にゆかりのある場所はクバが実は群生しているでこれは偶然に生えたのか意図的に誰かが植えたのか分からなくなってはいますが偶然には生えません、はいまあ、そううですね、うん、クバだらけ宮崎の青島っていうところありますけどもあそこね あと五千本生えてるんですよ。はい、クそう、クバなんです、ね。はい、で種がそこに流れついて生えたんじゃないかっていう、うんうん、まああの乾場が立ってましてね。なぜこれほどまでにクバがその軍勢中の理由は分かりません。一つは流れついたとかね。 一つは誰かとない絶対無理でですよね天皇系は第代そのくばを使って天皇に即位する儀式をしますからね、前回お話したけど百死っというお社にくばで吹いて、その中で天皇陛下はみそぎをされるわけですね、けがれを取るわけで、それで天皇になっていくですね。こういう儀式はね、明治邸もされてますし、ずっと大体こういう儀式がされてます。 でこのクバはクバほとんどですね。クバはクワではないですね。クではないですね。クですね。ブルガリアさんクマとかクワとかいろいろ。ククバですね。カバでもないです。クバクバです。クバってね多分ね本土の人に驚いたと思うんですね。あの意識の中にちょっとそういうこ関心はないでしょうね。ないんですね。ないと思います。向こうではビロとか言ったりね。アジマサとか言ったりするんですよ。はい

何はずって大体大阪湾でしょ見えないんですよその島がねそれだけ見えないんですよねこれどこ読まれたのかっていうのはいまだに謎なんですけどもね非常に高い位置からじゃないと見えないでしょいや見えないでしょうね確かに淡路島の下に「沼島」っていうのが「のころ島」って言われてますのでまあ淡路島沼島っていうのはあるのはあるんですけどでもその「庵島佐島」 そのクバがいっぱい生えてる島っていうのは、大阪湾にはないです。そうなんですね。うん、それで、さ、あの、育たないですね。やっぱり寒いですからね。だから、どっか別の場所のことを言われたんじゃないかなというふうに思うんですけども。それ、これ、まあ、天皇系にとっては、味正、クバっていうのは、非常に、あの、大切に、大切にされて。で、代々天皇系が即位する時の、その、味正、クバは。 宮崎の青島からら持ってきてこられてきもえます、ねはい、でこの青島の以前が前回言った伊部屋島の久保山、はいはい、でその久保山の前が以前が久高島のカベール岬、はいはい、でこのカベール岬の前がですね、えー、その宮古島のビアル水滝まあビアル水滝はもう今はもうないです、はい、一本しか生えてません、はいはい、でも戦前はもうあの辺りがやっぱり久保の群生地だったそうで。はいはいはい だからこの窪をたどっていくと天皇家の実はルーツが分かると言われているんですね、はいうん、そうすると今の話だと宮古島が天皇家のルーツ、ね、ーというふうなことになってくるんですけども、はいあのー、最近ちょっとね見つけましたいくつかですけども、はい、最近の本なのでねまだあまり知らない方はおられるかもしれませんけども、はい、これはあのー、竹内の宿根のね

いいんですけどもまあ竹内のスクネスクネっていうのは非常に偉い暗いを表すねまた面白い話でもまた今度使ってみようかな竹内のネギマってやめてくださいネギマじゃないでスクネですねでこの方は明治時代なんかだと一円札とかねはい あ肖像画になっているぐらい日本では非常に有名な方でありまして5人の,その天皇陛下にお仕えなされた方で有名なのは大神天皇大神天皇としてます八幡さんって八幡神社ってあるでしょあの八幡神社があの八幡天皇なんですようですね。はい、でももともとはでももっと神様ですね。 を表してはいるんですけども一応その法神天皇が八幡神社八幡様であるというふうに一応まあ設定されてそれ以降はずっと八幡神社八幡様は法神天皇が祀られているんですけどもそのお母様神宮皇后という方がおられましてですね

石をですね、腹につけて、でこう布で縛ってですね、産まないようにしてですね。そう、出ないようにして、あの朝鮮半島渡って、白木と戦って。白木制圧して、帰ってきて、帰って九州で、あの、応じてと生んだ。その場所、海っていう名前で、地名残ってますよね。近いじゃないですか、八月。そうなんですよ、そういうの、あの、まあ。 ずっと天皇陛を代々こう支えられた方、うんはい、竹の内宿根、ね。 これ五代ってそ相当長生き長生きで三百年以上生きっていうんですかね。そうなんですね。そういうそういう方なんです。まあまあ不老死の可能性もあります。ただまあ普通考えれば何人かいた可能性もそうですよね。まあ多分ねありますね。お名前は同じでという方。ただねやっぱりそうだけのでも力多分かなりなんか霊力をパ持っておられてこれ竹内文書っていうね有名な文書なんかも出てます。はい。 天皇家とすごくあのですね近しいお方であられますけども、はい、この方のザ代代々竹内の宿根が今78代まで現在も残,ら残っておられまですね、うん、いらっしゃるんですかいらっしゃるんですその,その名前でいらっしゃるんですかいやその名前じゃないですけど竹内今の方はね、はい、竹内のお六安という<ー>六安でこの方はなんとてですね4月に本出されたんですよはい、はいはい 何の本かって言うと、はい、竹内家に代々伝わる。はい、これはもうこう、まあ、口で伝えてきたわけですね。口伝、はいで,はい、ですね。で、この歴史なんですね。要する隠された歴史、私たち知ってる歴史は全く違う。実は天皇家にずっと隠されてきた。歴史。これを実は今回。 本で出された。すごですね。もうおになられた。わかりました。もうやだ。追ゃいました。はい。はい。小次期と山大国っていう本なんですけれども、うん。で、そうするとそこにはですね、なんと豊玉姫は沖縄の人って書いてました。ああ、やっぱりそうなんですね。あるいは玉よ姫は沖縄の人。ああ、やっぱりそういうそこがやっぱりそれはもう今歴史学では全く。 かってませんもう一方ね言ってる方はそれはね宗教なんですけども幸福の科学っていうところの大川隆法先生っていう方が1年ぐらい前かな沖縄でねお話をされたんですね講演会をされましてそこであのですね実は豊玉姫は宮古島の人だっていうことを おっしゃられた今だから豊玉玉、はい、あこの方々はジーム天皇のお母様でありおばあ様でありますけども、はいはい、この方々が実は沖縄だって言ってるのは、はい、もうこのお二方だけしかないですね。はいはいでいね、はいはい、私が見た限りでは他で言ってる方は誰もいない。はいはい、でもこの二人の証言というのはまあ確かにあの証拠はない。はい けども非常に高い力を持う一つはその岡里夫先生という方は非常にそういう霊的なパワーをお持ちの方なので普通だと分からないことも分かられるというまあこういうふうな方ではありますのでまあ全くこれはあのなんですかね無視できない先ほど言ったようにクーバーを辿ると確かに宮古島に 行くということなのでこれね私何を言いたいかというとこの豊玉姫様玉頼姫様という方はまあ竜界のお姫様だから美しいあのね沖縄の海のところにそのこれ綿摘宮って言われてまんですけどね事記ではそこで山幸引と 出会ってロマンスがあるわけですよ。非常にロマンスですね。なんとでこんなところにだいたいこう反応されるんですよね若い女性です。そうロマンスはね正直書いてあるんですよ。だからまあある意味で実際あった話だろうというふうに思う。ただ渡辺の宮がどこかを書いわからないですよね。正直場所がね。で一応学術的にはですね今あの 九州の福岡の鹿の島あたりではないかとあっちの方に行っちゃうんですこれは定説なんですこの証拠はないんですけどもこの今の流れからいくとおそらく沖縄であるとその宮殿のところと霊的なところそれからくばをたどっていって見ていくところとそれから一番最初言いましたけども天皇系が久高島に。 あの隠れて何度も来られているところを見るとまあ沖縄がその天皇家のルーツであるということなんですけどもこれは何を意味するかというとですね実はそのえ豊玉姫様のお父様がおられますよね当然ねお父様もお,おられますこの方は渡墨豊玉彦っていいます渡墨豊玉彦ね、はい、でこの方は一般的には安住系 海洋民族のオサ長ですね。安住系。あの日本は大体海洋民族が開いたんですよね。そうですね。最初安住系といって、そこは分かれていって村形系というのが出てきてですね。それからあの住吉系海洋民族まあ大これ三大海洋民族っうですね。 でも全部この安住系海洋民族の,その一番のお中心都が、はいはい、その渡の宮と言われてる、はいはい、ところなんですけどもこれが沖縄にあるっていうことになるとどうなるかというと、はい、実はこの渡墨、はいえー、豊田真彦、はい、です安住系海洋民族は日本全国を開いてるんで,す、ねはい、でなんか山の上の神社で船,船がこう象徴されてたりとか不思議な。 そうですね,すねいろいろそうなんで船というのは、いろいろこう、航、あ、跡、のー、とかですね、残っておりますけれどもね、あ、はいはい、あのー、まあ、学術的にもこれはもうはっきりしているのは、はいあのー、日本全国にですねこの安曇っていう地名がいっぱいあるんですよね。 半島ってありますね字は違うんですけども例えば熱海もそうあれも熱海なんですよねそれから泉大阪に泉ってあるんですねこれも安曇なんですよねそれから岩手の国で阿久美っていうところもあってですねあるいは阿戸阿戸川っていうのが滋賀県にあるんですよねそれから安曇の長野県なの これ全部実は安住系海水が開いた場所ちょっと代表的なところで言いますとね移住地いくつかあるんですけどこれはあのある本ですこれ「ファンタジー」「米子山陰の古代史」っていう本からですね引っ張り出しますこういうことを言ってますまず筑前の国これ福岡ですよねそれから壱岐対馬これ島の方ですね 大分県、長門、山口県、沖の国、沖沖の島ですね、ほうきの国、これは島根県、鳥取より側ですね、出雲の国、これも島根県ですね、丹後の国、これは京都の日本海側ですね、それから播磨の国、これは姫路ですね、兵庫県の瀬戸内側、佐ぬの国、これ香川県です。 の国、徳島県ですね。で、淡路の国、淡路島ですね。で、雪の国、これ大阪の北半分ですね。で、河内の国、大阪の南半分。山城の国、京都、近江、それから滋賀県ですね。はい。美濃の国、これ愛知県ですね。三河の国、愛知県の半分ですよね。はい。で、信濃の国、これは新潟ですね。新潟。もう一つ、信濃の国、これ長野県ですね。これ、20個ぐらい、今ちょっと申し上げます。これ、代表的なところで。 安住系海洋民族が開いた場所なんですよ。北限は新潟なんですか。ええ、ね、もっと上がある。あ、新潟だし、それとあと岩手。岩手、あくみっていうところですね。この辺りまでは、実は、あの、開いてます。で、小だけの国を開いた、元の日本全国ですよね。そうですね。ぐるっとまわ、回りながら。そう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 。で、しかも、あの、先ほど言った、その、あと、その、村方家。 あるいは住吉系、もう瀬戸内海全部こう開いていってるわけですよ。その開いたというのは文明を授けたという。そういうことですね。国を作ってます。国を作って。すごいですね。ものすごいですよ。あの。すごいですよ。あのね、調査されてないだけ。私あの徳島の八年半いましたけど。あそこにもですね。あの大きな安曇系海洋民族の開いた。あ矢野遺跡ってあるんですよ。矢野遺跡ってものすごい大きなその弥生時代の。 <ー>弥生時代の、そうそう縄文から弥生、はいはい、で200基ぐらいのその古墳があるんですよ。200基って、ね、200基ってすごいですよ。すごいですね。うん、ものすごいたくさんのその人が住んでた。はいはい、でこういうふうな遺跡があるんですね。はい、でここに日本最古の豊田麻希神社が2つあります。 豊ですね四国に豊玉姫神社っていう名前が付いた神社縁起式内式社っていってですね、はい、924年に全国の3,000の神社をその格付けした本が残ってるんですね、はいはい、でそこに豊玉姫って名前が付く神社が、えー、2か所あってそれなんで徳島なのかってこれ分からないですよね<ー>普通九州だと思うんですよね、はい 徳島なんです、一番古い、残って歴史的に残っているのなんでかというと、沖縄から直接、そうですよね、お話は、れましのよね沖縄の方は消えちゃってますけど、も徳島の方はまだ残ってて、そういう神社が徳島には2つ残っている、だから徳島は当然、沖縄と繋つながってますね。これ、前ちょっと言いましたよね、言葉も非常につながる、そこしかないという。 いいうこと言ましたけあこの間からだから出雲とつながってるとか丹後とつながったり伊勢とかつながってるとかね奈良つながっいろいろ言いましたけども実はこれだけじゃなくてもっとあるんですが何が言いたいかというと実は日本を開いたのは安住系海洋民族沖縄の海民中なんだっていうことになるわけですよね。 これがだから一番大事なところでこれが沖縄の誇りでなくてどうするとそうですね沖縄のやっぱりアイデンティティーというかねそうなんでこれがね沖縄の民衆ができたかっていうとねこれも伊勢の話いや,いやいつもの話しましたけども、はい、あの実はあのイラブなんちゃうん、イラブ、うん

あれみたなんで食べるかってビタミン A なんですよ。要するに海をずっと行きますとね、例えば主食は穀物ですね。お米とかキエとか麦とか。それまああの火を使ってね国内の上で食べるんですけども、まあおかずとしてはまあ魚とかするかもしれませんけども。ただねこれでいくと欠けになるんですね。ビタミンばっかり食べてるとねビタミンがないので欠けになるんです。だから 栄養まで行けないんですよね。だからあの大航海時代でね、15世紀ぐらいにこうイギリスが全世界を渡ったでしょ。あるなんでいけたかってカなんですよね。カメ。カメ。カメ食べて。カメ食べるんですよ。カメってねあのひっくり返しとくとねそのまま生きてるんですよずっと。だから連れてくるんですカメをカメさんを。ひっくり返した状態で連れてきて食べ食べる時に食べる。そうそう食べちゃう。そうするとビタミンがね。 あの補給できるからかっけならないんでした。そうですよね。その時代って冷凍品ないですもんね。冷凍庫ないですないもんね。じゃひっくり返してないと逃げちゃいますからね。いやだからひっくり返せば絶対逃げない逃げない。あ逃げないですか？あの海カメ。あひっくり返ってないでも逃げませんか？逃げない逃げない。あそうなの。で動けないっつったから。ましてね。だから沖縄はそれが代わりがイラブイラブなんですね。はい。なイラブがあるからあんだけ全せこう全世界。 回れたんですよね。あのなるほどね。南米にはあの縄文時代に和人が来たってちゃんと残ってます。からね縄文式の時があのあのベネズエラとかあっちの方に行くとね、国立博物は残ってるんですよ。和人が来たって。なんかこ古代の日本はかい、いわゆる海洋。海技術がものすごかったという話がありますよね。今、今みたいな。で、それ沖縄、あ、なるんですよね。で、ここが一つのポイント。はい。 だから沖縄から実は全国、全世界出ていっている、なんでそんなことができたんだという、その技術はどこで育んだんだということなんですよ。これが前回ちょっと言いましたけども、実は、にらいかない、このにらいかないいうのが、南の海にそこに眠る我が母なる国ていう意味でしょ、これムーじゃないのかと。 一気にムーに飛びますね。ムーの話。でちょっと言ったのが九州の方の平立神宮とか行きますと五色人祭とかいまだにあっててこのチャーチワードが書いたムーの書物失のれたムー大陸って本がありますけどもこの中にはそのムー大陸には五色の人間がいた。五五色色ののの人間がいた肌つ赤青黒白 どれがいいですか?。青がいいかな。青はね。ね。あれですよね、何だったか。今、ドゴン、ドゴンって言われるんですね、あれが、その。青色。で、残っておられますけどもね。アバタはね。うん。でも。あの、それが残っているっていうふうに、あの。言われて。物が、まだ伝統的についているのは。実は、その。平太てもう一つありましたよね。実は、伊勢神宮なんですよ。 伊勢神宮にねお社があると外側に手すりがずっとあるじゃないですか廊下の前りに手すりがずっとありますよねそこにですね今言った赤青白黄黒の「末玉」っていうんですけども玉置いてあるんですこれは極めて格式が高いこれがつけれるのが実は伊勢神宮と先ほど言った「 元伊勢であるこの神社。はいはい、この二つだけなんです。この末玉を据えていいっていう。神社に置いていい。置いていいっていう。二つだけなん。あとは絶対、うん。ダメだめ。そう。家庭にあのお土産物でやってるとこもありますけどね。<laughs> ああ、そうなんですね。<laughs> はいはい、本当はそういうものではなくて。うんはい、決まりがあるんです。 でまさにその痕跡ですよね。はいはい、そうですね。残っているということはです、ね、ンの痕跡がわずかにそういうところに、はいはい、まあ残ってて、うもう一つ実はあのありましてね。はい、あのまあに日の丸、日本のね、はいはい、この日の丸っていうのが、はい、あ,ありますよね。うんはい でもこれの元がありましたね、はい。これは日蔵って言うんですけども、日型とも書くんですけども、お日様の日に仏像の像ね、はい。あ、はあ、い、日蔵はい。これは何かというと丸にこのちょうどなんか鰭が八つぐらいこう出ているような感じ。はい。丸にヒレがいる。鰭。花びらみたいな。イメージしてください。丸があって。はい。 三角形をそう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 。太陽の絵みたいなあのちょうどあの太陽の絵みたいなね。あの天気予報なんか出たこう出てくるような丸い三角形がついてるみたいな。はい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 。丸の周りに。そうそうそう。これをね日像っていうんです。お日様の像像って言うんですけども、これがですね、実はあのムーの紋章なんです。おお。うん。 これ今でもですね東南アジアの方のに行くとそういうふうな島の州長の娘さんとかがですね内輪にこの「をつけてーの文章をつけているところがあったりするんですけれども日本ではですね天照さんも「こじなんかが出てくるんですけど日っという言葉で出てきます。で日蔵経というのがありましてですねこれはその真ん中に丸に三角形が8つついている。 うんそういうふうなあの古代のですね鏡にですねそのあのデザインが使われていたりするんこれがあるのがですね奥津鏡、へつ鏡って言って先で言ったこの神社なんです。この神社にこの日蔵鏡っていうのが残ってますし。 あと,、えー、と福岡の糸島というところで、ねはいうん、これは安住系海洋民族の国なんですけれども、はい、ここの平原遺跡にも同郷の中にこの実像という形、はい、ああでちゃんとやっぱり証拠というかああれはあるんですね海洋民族の中にちゃんと記憶があってそういうデザインを大事にしている。

我が母なる国というこの二か化難信仰というのはですね実はあの日本のルーツとして考えられてですねそれはどうもそのいら今の痕跡からいくと歴史学ではまた全く認められてないですけどもその無大陸というのがですねあってですね でそこから来た、うん、あものではないかと、うん、いうことは考えられる、はい、最近はねよくスンダランドっていう言葉をよく言うんですよねだから要するにね大陸棚ですね<ー>東南アジアの方の大陸棚に昔国があったっていう考え方をする人がいるんですよまああの無大陸っていうのは大陸に沈んじゃいましたのでね、はい あの地球物理学上そういうことありえるかどうかという話になっちゃうのででも大陸棚がどうも今よりも海の質が低ければかなり大きなその面積が浮上してくるわけですそこに何らかの,その国があったんじゃないかと、うんうん、いうことでスンダランドというふうな向こう、スンダ地方というんですよ。うん ねなんかちょっとスンダーランドって変な名前なんかちょっとねなんかちょっとコミカルなコミカルで植木キしか出てないスンダランドスンダしかあるわで全然話は違うワンドアランドしか思い浮かばない年代が違いますよかった同じ年代の人がいてくれてよかった残念若年まあそういう風な言い方でなんかないとどうもおかしいっていうのはだんだん気がついてくるんですよそれだけやっぱ残ってるということは そうそうそうだから沖縄はスンダランドから来たっていう話があるし何よりも一番最近でね一番その注目すべきはやっぱりね、はいはい、DNA なんですよね DNA で、ね、この辺りはですね、はいはい、実はもうつい最近本当に分かってきてて、はい、もう全く今まで、えー、気づかなかったっていう話なんですけども、はいはい、例えばですね、はい あの私、まあ、ちょっと起きなくて2014年に来たんですけども、はい、その年の9月の17日、はい、今琉球新報のこれ報道なんですけども、はい、琉球大学の医学研究科の佐藤健博,博士ですかこの方の研究によりますとです、ねはい、現在の琉球列島に住む人たちの核ゲノム はいゲノムわかりますで D N A ですね細胞のね D N A 調べたところ遺伝的に琉球列島の人たちは台湾それから大陸の人たちとは全くつながりはない違うということですね D N A 上全くつからつながりないっていうのはわかったわかりますこれはでも衝撃的ですよね当然日本全日本の本土に近いとそうですねこういうことですね。 でこういうのは発動されてましたが、さらに、さらに最近の、ですね。あの、あれで言えば、実はあの、やっぱりこう D. N. なんですけども、ハプログループ。ハプログループ。ハプログループ。これあの、Y. 染色体。ハロプロじゃない。です染色体って、ハロプロアイドルです。生物で出てきます。Y. 染色体、わかります。

この男性のこの y 染色体の中のハプログループ d 1 p b っていうですね染色体のグループなんのそうその d n a があるんです、はいはい、でこれは実は日本しか確認できないです、はい、世界中で持っているのが本土と沖縄とアイヌ、はいはい、この三つしかないですね本土沖縄アイヌ日本ですよね日本なんですか、はい、世界中もどこにもないですね、はい、これ三つしかないですね で大体日本人の 40%150%、はい、が見られると、はいはい、でアイヌでは80%これ沖縄ではね55%五パーセント、<ー>そうですねでこれがこの DNA は地球上よその国にはどこにもない、はいはい、この3つしかないですねすごいですねそうそうそう,そうこれはね 経過しているらしいです。この D1B は、結構長いですね。4万年、4万年、まあこの D1B は維持されているわけですよね。これ何を意味しているかなんですけども、日本民族は、まあいつから始まったかわかりませんけども、少なくとも他の民族に支配されたことは一度もないということです。D そういうその DNA は、要するに支配されるとね、男性は全部ね、労働力か、要するにもう要するに殺され。 暗殺殺されちゃうわけですねでその支配した国の男性が入ってきてその後の女性に全部子供産ませますから Y 染色体全部入れ替っちゃうんですよ民族のジョですよね民族のジョっていうじゃあ中国の全部これしますそうですねやりましたね中国本当に今でもやってまヨーロッパでもこれやるんですよだけど日本のその Y 染色体男性の染色体は実は全くずっと維持されている 十日本の一度も侵略されたことはないという、4万年ですから、4万年前から変わってないという、日本の国いつできたか分からないですけども、それでも4万年以上前からというちょっと大ですもんね、必ずこの後になりますから、日本の国は一度も侵略、だから今、よく天皇陛下のね、男系だとか女系だとか言うじゃないですか。 ね、あれ男系というのは父が男性の天皇男系という、はい、女性でもね父が男性だったら男系天皇なんですよ。はい、女系というのは母,母が薬師、はいえー、のような母系天皇っていうんですけども、はいはい、結局そうお父さんが違う方なんですよね。母はは天皇なんだけどもその子供は 実はになっちゃうんですよね父親は手の毛じゃないっていうそうすると今言った Y 染色体が遺伝できないわけですよね。なんで男系にこだわるかっていうとこの Y 染色体がずっと同じものがつながっているっていうのはその国民が実は実は純血を維持しているだからずっと独立し続けていると。 いうことを示すので、男系だ女系だって言って言ってるのは、はい、あと一分三秒ぐらいでコマーシャル入らなきゃいけない時間になります。もうあのまとめに入ってきます。衝撃。はい、会長。あとあとここでコマーシャル入ります。はい。そうですか。はい。まあでも結論が出ましたね。まあまあまあそういうことですね。番のね、番組の対決。はい。ええ、まあそういうことでいろいろまあ出てきましたけども。 日本列島のあちこちに沖縄の痕跡があって、ということは放射線上に日本列島伸びてますから、ルーツはこっちですよというここが始ま話ですよね、しかもさらなるルーツを見ていくと、どうも失われた国が、沖縄を繁栄した国がどうもあったらしいということですね、これは二大化な進行として残ってますと。 はいもう本当にねもうこの壮大な結論ですよねでもどうも僕僕はやっぱ直直感的としてですけどそれは当たってる気がしますねだそのうもう実は太陽信仰なんですよねそうですよねアマテラスオミカミと同じ沖縄にた太陽神宮これだけ色濃く残ってるっていうのはあのやっぱそのムーの流れ二来からの流れっていうのは当然考えられますのでで結成方は全く大陸とは 縁がない。あの台湾ですら縁がない。すごいですよね、これね。あのわずかな距離で離れて、あれですら縁がないんですよ。ね。だからある種だから大陸棚がこう分断されてたというか、全然違う行ききができない場所だったっうことですよ。今は近くで実際あそこをね、ちょっとこの間あのカヌーで渡ろうとしたあの科学研究家がいました。だから台湾が来たか来れたかどうかって準備たちやってみた。無理だった。 海流が早い速い秒速7ルぐらいですよあすごい人力ではとても渡れないですね怖いですね北上はできるけども横に渡るのは大変なんですよ流れのに乗るのはいいんですけどねはいじゃあすいませんちょっと試合も入りますごめんなさい Доколе? はい、えー、本当にねあっという間に1時間これ10分ぐらい話を聞いたくぐらいの感覚しかないですけど残念ですけどあとあと,5分 <laughs> あと4分少々になってまいりましたはい、えー、でも結論ね本は大島講師ずか3か月の,あのものすごい短い時間でしたけど。 ものすごい長い時間軸を超えてあの話をいただきました。えー、今日でも歌は、はい、歌はなかったです、ね。はい、もうあの歌はやめました。サダマサシさん申し訳ない。三分これね撮 <laughs> るのはちょっと。えー、はい。だけどあの僕がねこの番組をあの始めた理由って本当に今お講師がずっとこの3ヶ月間話をしてくださった沖縄のルーツが結局日本のルーツだということとそれからそのさっきのムーの 依であのごめんなさいね、えっと、何年か前にあの天皇陛下がお見えになった時に提灯行列って沖縄はやったんですけど7,000人ぐらいの、ね、人たちが提灯行列に参加したんですよ沖縄って天皇陛下に対してあれを持ってないって嘘嘘たら800で、うん、ものすごい天皇に対する信仰とは違いますけど。 いうのを持ってますよね。だから、そこは。あの、全然違います。沖縄が今言われてる沖縄と、本当の沖縄は。違うと思います。はい、僕はもうこれ以上喋れません。どうぞ、喋ってください。はい、まとめを。どうですか。はい。皆さん、一言ずつ喋ってください。でも、密度が濃くて。沖縄の人っていうのがこの人。怒り高い人なんだっていう。 やっぱり誇り高いんですよ、それをやっぱり沖縄人の取り戻してほしい、それだけです本当に、そうですよね、誇りを持って、本当に誇りですよね。というか、もう本当に、ある意味、太平洋戦争の沖縄戦なんかでも、結局、こう守り切って、日本をね、救ったって言いますかね、天皇系を救った。 だから犠牲という言葉とは全然違いますよね、うん、本当にやっぱり誇りを持って、うん、まあもちろん、ね、いろんなことがあったとは思いますけど、はい、ちょうどね、6月23日、慰霊、はい、の日がもう,そうんす、そうですね、はい、あ,のあの5日前、に実はあの、はいお、バクナ中将が死んでるんですよね、はい、向こうの艦隊のですね。 連合軍のトップですねこの方は実は日本兵が発砲した銃で実は亡くなってますだから牛島中将はねカップ銃しましたけどもそれ5日前に実は連合艦隊の総司令官が実はね死んで亡くなってるんですよ戦争でだからこれがあったから戦後日本の天皇系はまあ一応残すとそうです ううそのために、ね、戦ったという、うん、言っても過言ではないですかとあと1分になりました、うん、<laughs> まあね本当に、あのー、悔しいんですけども仕方ないですねこればっかしはですね、うん、でブルガリさん、えー、本当今日はいろいろメッセージ頂い,いてこの番組は終わりません五、えー、島講師のお話がなくなる私の話は続きますの基本的なコンセプトはね本当に五島講師がずっと話してくださったことに完全に重なる もちろん知識の内容は全然1000分の1もないですけど重なるものなのでどうかあの、えー、来,週来来週以降もね聞いてくださいねあと30秒ほどになりました、うん、あの本当にありがとうございました3か月間ね、うん、やっぱりこれあのご縁があるとまたちょっと別の意味で違うご縁につながっていくといいなと思います、うん、本当にあのご,ご苦労様でしたありがとうございますまた 時間の時来てください。まあ録音でもいいですし、はい。まあいろんなことがわかれば、まあ考える材料としてですね、皆さんにまた提供して。え、さゆさん、なみなみさんじゃないや、なみさん、はい、明さんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。